ロボット2.0は2018年に公開されたインドのタミル語 SF アクション映画。2010年公開のロボットの続編で監督は引き続きシャンカールが務めラジニカーンとアクシャイ・クマール、エイミー・ジャクソン、アディル・フセイン、スダン・シュパーン・デー、アイシャー・アーリー・ケイガネーシュが出演している。携帯電話の使用によって生態が脅かされている鳥類を守るため、 人々を襲う鳥類学者に対抗するため、前作で解体されたヒューマノイドロボット、実ッティの復活と戦いを描いている。2018年時点でインド映画史上最高額の制作費が投入され、2015年から制作が開始された。撮影は、チェン内を中心に、ジャワハルラールネルースタジアムなどの施設で行われ、2017年8月までに完了した。 2018年11月29日に、タミル5番、テルム5吹き替え版、ヒンディー5吹き替え版が同時公開され、映画は好意的な評価を集めた。特に特殊効果やラジニカントと、アクシャイの演技、社会的テーマなどが称賛され、一方で脚本については批判が集まった。公開初日の海外興行収入は11億7340万ルピーを記録し、 公開発週末には、工業収入52億ルピーを超え、週末工業収入ランキング第1位となった。また、2018年時点で、インド歴代工業収入ランキング第2位、インド映画歴代工業収入ランキング第5位に、ランクインしている。高性能ヒューマノイドロボットジッキの暴走事件から8年が過ぎ、バシーガラン博士は、新たな女性型ヒューマノイドロボットニラーを、 開発していた。同じ頃、チェン内中のスマートフォンが飛び立ち、姿を消す事件が発生して、街中がパニックに陥る。政府の特別委員会に招集されたバシーガランは、事態を解決するためチッティの復活を提案するが、8年前にチッティにチ,チボラ教授を殺されたディネンドラボラは、強行に反対し、また、内務大臣のビジャイクマールも、 チッティが人的被害を出した際の責任を負うことを拒否したため、バシーガランの提案は否決された。しかし、バシーガランはニラーと共に人工知能博物館に侵入し、チッティを研究所に持ち帰り修復作業を開始する。その後、スマートフォンの販売業者、ジャイアントクマール、電波塔業者リラーがスマートフォンの大群に殺される。 新たに建設された電波塔も破壊され、さらに電波塔設置を決定した電気通信大臣ムールティーもスマートフォンに殺される。事態を重く見たビジャイクマールは実機の復活を認め、バシーガランは実機と共に事件の捜査を始める。バシーガランはスマートフォンを動かしているのは負のエネルギーだと考え、それを打ち消すための性のエネルギーを発射する装置を 開発する。同時にスマートフォンに関連した不審死の情報を収集し、事件の前日に自殺した男の情報を手に、入れ自殺現場に向かう。彼は自殺現場に現れた巨大なスマートフォンの会長に襲われるが、生のエネルギーの発射装置を作動させて、会長の負のエネルギーを中和しようと試み、会長の正体が自殺した、鳥類学者、パクシラジャンだと知る。 白氏は幼児だった頃に鳥に命を救われた過去を持ち、鳥類学者として人生を歩んできたが、携帯電話の普及による電波等の増加により、発信される電波が鳥の生態を狂わせ、死に追いやっている事実を突き止める。彼は携帯電話の使用制限や違法な電波等の削減を訴えるが相手にされず、自宅で飼っていた鳥もすべて死に絶え、 さらに自宅前にも電波塔が建設される。絶望した白氏は電波塔に登り、そこで自殺するが、彼の生体エネルギーは鳥の生体エネルギーと融合して、スマートフォンを電磁波によって操るオーラを手に入れた。彼はその力を使い、スマートフォンを使う人間を殺すため動き出し、それを止めようとするチッチと衝突する。 チッティハパクシに圧倒され MPU を破壊されるが、ニラーが自分の MPU を差し出して助け出す。バシーガランは生のエネルギーを発射して、パクシノフのエネルギーを中和し、彼をカイロの中に封じ込めることに成功する。事件を解決したバシーガランたちは称賛され、クマールはチッティを大量生産してインド軍に導入することを決定する。しかし、 チッティの復活とバシーガランへの称賛に嫉妬したディネンドラによってパクシの回路が盗み出されパクシが解き放たれてしまうパクシはバシーガランの体を乗っ取り人々を襲い始めバシーガランの体を気遣い攻撃をためらうチッティを破壊するニラーは研究所に戻りチッティの修復作業を始め8年前の事件の原因となったボラ教授のチップファームウェア2.0を使い チッティ2.0を復活させる。パクシー以外の人間に危害を加えないように、プログラミングされたチッティ2.0は、インド軍の研究所に侵入して、大量生産されたチッティを2.0に改造していく。一方、パク氏は、サッカースタジアムに姿を現し、観客たちをスタジアムに閉じ込めて、電磁波を使い皆殺しにしようとし、見せしめとしてその場に居合わせたディネンドラが殺される。 そこにチッティ2.0軍団が現れ、パクシと戦闘を始める。二人は互角の戦いを繰り広げるが、チッティ2.0はバッテリー切れを起こして、パクシに逆襲される。パクシは止めを刺そうとするが、そこに小型チッティ3.0、クッキの集団が鳩に乗って現れ、鳩が攻撃に巻き込まれることを恐れたパクシに反撃する。バシーガランの体から分離したパクシは、 クッティに誘導されてインド宇宙研究所の電波発信等に誘い込まれ、発信された性のエネルギーに捕まり消滅する。病院で目を覚ましたバシー・ガランは病室を訪れたクマールにパク氏の考えを受け入れて鳥を守るためにスマートフォンの利用制限や電波等の削減を進言し、ビジャイ・クマールはそれを受け入れ議会に提案することを約束する。ファームウェア点零を解除したチッティは、 ニラートの中をバシーガランに認められる。二人の退出後、バシーガランが恋人サナに電話をかけるが、スマートフォンが変形して、クッティが姿を現す。何者かを尋ねるバシーガランに対し、クッティは、あなたの孫だと答える。ラジニカーンとアクシャイクマールエミー・ジャクソン・シャンカール、ロボットの工業的成功を受け、映画制作者たちはすぐに、続編の制作を検討した。 2011年3月までに、前作で、撮影監督を務めた R ・ラスラベルは、初期のプリプロダクションが前作と同じ技術チームによって、開始されたことを明らかにした。プリプロダクションが開始された頃、監督のシャンカールは、ナンバン、マッスル踊る、稲妻の制作に取り掛かった。彼は、前作と同じプロデューサーが参加することを計画しており、2014年のインタビューで制作が、 開始されるか自信がないと語っている。マッスル踊る、稲妻の制作が終わる頃には、シャンカールは、ロボットの続編を含む3本の新作映画の脚本を起草した。2015年6月に、プリプロダクションが開始され、ライカプロダクションが制作に参加することが決定した。前作から引き続き参加するのは、シャンカール、ラジニカーンと、AR ラフマーン、アンソニーとなり、 新たに、b ージャ a モハンが脚本家として参加した。同時期、シャンパールは、ティーム・トゥラージと v スリニバスモハンに制作参加に、関する交渉を始めた。彼は当初撮影監督に、KVR& の起用を検討していたが、2015年、半ばに、ニラー・ブシャーが、撮影監督に起用され、彼は、3D 撮影技術を研究するため、 アメリカ合衆国の専門スタジオを訪問している。同年9月に、ジャヤモファンは、脚本を完成させ、物語は、ロボットの直接の続編になることを明かし、撮影はラジニカーントが、テオーカバーリの撮影を終えた後に開始することになった。脚本執筆に際し、前作の脚本を手掛けたマダン・カールキは、技術的なセリフの部分を補助している。ただし、物語は、 前作のキャラクターや出来事に言及しているものの、スタンドアローンシークエルになることが発表された。撮影開始と同時に行われたプレスリリースでは、レスルプークティがサウンドデザイン、レガシーエフェクツがアニマトロニクス、メアリー・イーボグトが衣装デザインを手掛けることが発表された。また、スタント振付師のケニー・ベイツとタウ・フィルムズのジョン・ヒューズと、 ウォルト・ジョーンズも制作に参加した。制作費は2019年時点で史上最高額を記録している。シャンカールはカマル・ハーサン、アーミル・カーン、ビクラムとキャラクターについて話し合ったが、3人とも出演には同意しなかった。その後、制作チームはアーノルド・シュワルツェネッガーと交渉し、記録的な金額の報酬を提示されたシュワルツェネッガーは出演に同意した。 しかし、最終的にシュワルツェネッガーは出演しなかった。交番理由について、ニューデリーテレビジョンは、シュワルツェネッガー側からの脚本変更要求を制作側が拒否したためと報じており、ライカプロダクションのラージュ・マハリンガムは、契約上の矛盾のためと説明している。2015年10月に、エイミー・ジャクソンが出演契約を結び、プリプロダクションの一環として、 ロサンゼルスを訪れている。11月末にはラジニカーンとも、プロデューサーと会うためロサンゼルスを訪れ、衣装の試着と、初期モーションキャプチャ効果の確認を行った。この他にリティクローシャン、ニールにィンム・ケイシュと出演交渉した後、シュワルツェネッカーが演じる予定だった役には、アクシャイク・マールが起用された。2016年3月にスダン・シュパーンデーが、出演契約を結び、 前作に登場したボラ博士の息子役を演じることが発表された。同年7月にはアディルフセインの出演が決まり、9月にはカラーバワンシャージョンが起用された。彼はドリシアムでの演技をシャンカールに評価され、出演が決まった。クライマックスシーンの舞台になったジャワハルラール、ネルースタジアムジャワハルラールネルースタジアムでの撮影に、 参加するアクシャイクマール2015年12月12日、ラジニカーンとの誕生日に合わせて撮影開始イベントが行われたが、2015年南、インド洪水の被害に配慮して宣伝活動は自粛している。代わりに同月7日に AVM スタジオで小規模なイベントが行われ、シャンパールとプロデューサーが出席した。同月16日に、 チェン内郊外のイベップワールドに建設されたセットで最初の撮影が行われた。撮影初日はラジニカーントが出演するバシーガランの研究所のシーンが撮影され、宣伝写真の撮影のために他の主要キャストとスタッフも現場を訪れた。ラジニカーントとエイミーの共演シーンを中心とした撮影は同月30日までチェーン内で行われた。 2016年に1月下旬からは新しい撮影スケジュールが実施され、モハンスタジオとマドラスボートクラブでラジニカーントを中心とした撮影が行われた。2月にシャンカールは主要キャストが登場しないシーンの撮影をチェーン内でカーチェイスシーンの撮影をローヤペッターで行った。歌のシーンはボリビアのウユニエンコで撮影する予定だったが悪天候のため撮影を中止し、 同国での撮影を断念した。2016年3月からアクシャイが撮影に加わり、イベップフィルムスタジオで撮影を行った。スタジオ内には、スマートフォン販売店のセットが作られ、ロボット機器や、戦車の夜景シーンなども撮影された。チェン内での撮影後、撮影チームは、デリーに移動して、戦車のシーンの続きを同地で撮影した。ジャワハルラール・ネルー・スタジアムでは、 チェンナイン FC とムンバイシティ FC の試合のシーンが撮影された。この撮影中、アミターブ、バッチャンとアビシエイクバッチャンが撮影チームを表敬訪問し、メディアはバッチャンフ氏がカメを出演すると報じたが、後にバッチャンフ氏は報道を否定している。同月末にラジニカーンとがデリーでの撮影に加わり、クライマックスシーンの撮影を行った。 4月上旬からは、デリーでアクションシーンの撮影が行われ、ニラーブシャーは、ヘリカムを使用して3人の主演俳優のシーンを撮影した。2016年5月からチェーン内で10日間の日程で、イベップフィルムスタジオとフォーラムビジャー屋のショッピングモールで撮影が行われた。一方、撮影許可が降りなかった赤い白国会議事堂は、スリニバスモハンの視覚効果チームが、 黒巻処理している。同年7月までに、シャンカールは100日間の撮影スケジュールを経て、全体の50%のシーンの撮影が完了した、ことを明らかにした。同月から、アディルとカラーバワンが撮影に加わったが、直後に、ラジニカーントが、病気療養に入ったため撮影は延期された。8月から9月上旬にかけて、主要キャストなしで、 サリグラマンで高級車の爆破シーンが撮影された。ラジニカーンとは4ヶ月間の病気療養を経て10月上旬に撮影に復帰した。彼はチェン内でエイミー、リアズ・カーンと共にアニマトロニック技術を用いて作られたスマートフォン会長とのアクションシーンを撮影した。この時点でシャンカールは150日間の撮影を経て全体の2、 三の撮影が完了したことを明らかにした。11月上旬からイベップフィルムスタジオで主要キャスト全員が参加して残りのシーンが撮影され、チェン内の撮影セットで撮影する歌のシーンを除きすべての撮影が完了した。エイミーは歌のシーンのために振付師のボスコシーザーの下で10日間ダンスの練習を行い、2017年8月に撮影が完了した。 2017年10月22日に主要撮影が完了した。2015年12月に AR ラフマーンは映画音楽の作曲を開始した。レコーディングには4年近い歳月がかかり、ラジニカーンとアジータミルのアルチャナチャンドックインタビューの中でシャンカールが映画に歌のシーンを一切挿入せずに制作することを望んでいることを明かした。しかし、ラフマーンは シャンカールの考えに確信が持てず、観客に健全な体験を提供するためにも最低4曲の歌が必要だと考えていた。2017年10月27日にドバイのブルジュアルアラブでプロモーションミュージックイベントが開催され、同日にインドヒラローガスサンドリー、ラジャリーの2曲がタミル語、テルグ語、ヒンディー語でリリースされた。タミル語版の作詞は、 マダン・カール・キトナ、ムトゥクマールが手掛け、テルク語版とヒンディ語版はそれぞれアップスティルは、アミターブ・バッタ・チャールや、アナンタ・シュリラーム、バースカラ・バトラ・ラビクマールが手掛けている。2019年6月26日にフィルムスコアがリリースされた。オリジナルスコアのレコーディングは、2016年にロンドンとラフマーンのスタジオがあるロサンゼルスで行われた。以前の企画とは異なり、 ラフマーンは映画のシーンが非常に重く、より多くの作業が必要になると判断し、リリースの6ヶ月前にオリジナルのバックグラウンドスコアを完成させた。公開初日のスタッフキャスト2016年11月、ロボット2.0の公開日が2017年の d ワーリー期間中の10月18日を予定していることが発表された。2017年4月、 ラージュ・マハリンガムは VFX のクオリティ向上のため、公開日が2018年1月25日に延期されたことを公表した。後に公開日は2018年4月14日に変更され、さらに4月27日に変更されたが、同日にもう一つのラジニカーンと主演作、カーラ黒い鳥での戦いの公開が予定されていたため、ロボット2.0の公開日はさらに延期された。 2017年8月25日にはメイキングビデオが公開されている。プロデューサーによると1000の四角効果ショットが含まれたロボット2.0は CGI を複数のスタジオで作業していたため完成するまでの間に公開日が何度も延期されたという。最終的な公開日は2018年11月29日に決定した。2018年9月13日。 カネーュフェスティバルの期間中に予告編が公開された。3D 版は好意的に受け入れられたが、2D 版は否定的な反応を受けた。2D 版予告編は24時間で3200万回以上視聴され、ロボット2.0は Google トレンズの週間検索数トップになった。しかし予告編では公開日は言及されておらず、デカンクロニクルはその理由を映画には 多くの VFX 作業が残っている可能性があり、これ以上遅らせることは避けたかった。だからこそ制作会社のライカプロダクションは人々の関心を維持するために予告編を公開したようだと分析している。ロボット2.0はオリジナル言語版の他に14、言語の吹き替え版が公開され、衛星放送、デジタル配信、音楽の権利量として、 合計37億ルピーの収益を上げている。このうち衛星放送の権利は G、エンターテインメントエンタープライゼスが11億ルピーで、デジタル配信の権利は5億ルピーでアマゾンプライムビデオがそれぞれ取得した。ロボット2.0公開に先立ち、インド携帯電話事業者協会は、中央映画認証委員会に対して、映画の内容が、携帯電話や、 携帯電話ネットワークに対する反科学的な姿勢を促進するとして認証の取り消しを求めた。また、協会は映画制作者を携帯電話と電話中継等を鳥類や人間などの生物にとって有害であるいう誤った形で描写していると批判した。批判に対し、ライカプロダクションのスポークスマンは私たちに規制に従う義務はありません。そして、 映画は誰も買ったり抽象しませんと反論している。なお、環境、森林、気候変動省が2008年、2011年、2014年に行った調査では、携帯電話の電波が鳥類に有害な影響を及ぼすという結果が出ている。2019年9月6日に中華人民共和国で公開された。1万劇場5万6000スクリーンで、 標準中国語の字幕版及び吹き替え版の上映が予定されており、これはインド映画史上最大規模のリリースとされた。当初は2019年5月公開予定だったが9月6日に延期され4万8000スクリーンでの上映となった。7月25日にロシアでロシア語吹き替え版が公開され、10月25日に日本で公開された。ロボット2.0は インド6900スクリーン、海外2000スクリーン以上で公開された。公開初日の国内工業収入は8億ルピーを記録し、バーフバリオの外線に次ぐ2番目の工業成績となり、純利益は6億4千万ルピーを記録した。海外工業収入は11億7340万ルピーを記録し、こちらもバーフバリオの外線に次ぐ2番目の工業成績と、 なった。オーストラリアでは、公開2日目に工業収入ランキング第1位となり、マレーシアでは、タミルモ映画の歴代オープニング収入ランキング第1位となった。公開2日目の国内純利益は4億5000万ルピーとなった。インドの工業成績は北インドで好評を得たため、公開3日目には5億6000万ルピーから5億7000万ルピーほど増加したが、 南インドではわずかに減少している。その結果、国内純利益は16億5500万ルピーとなった。公開3日目の累計工業収入は29億ルピーを記録し、うち海外工業収入は8億5000万ルピーとなっている。アメリカでは、公開2日目に、ラジニカーンと主演作、リンガ・リンガーの工業収入を上回り、工業収入ランキング第11位となった。 パキスタンでは20スクリーンで公開されたが、人気の高まりを受け公開2日目に、上映スクリーン数が75スクリーンに増加された。公開5日間の海外興行収入は1475万ドルとなり、公開4日目の時点で国内外の合計興行収入は40億ルピーを記録した。この時点で、国内興行収入は29億1000万ルピーを超え、 ロボットの工業収入を超えて、タミル語映画で最大のヒットを記録した。アラブ首長国連邦では、公開第4週に、クリード園の宿敵を抜き工業収入ランキング第1位となった。公開5日目に累計工業収入は45億千万、ルピーを記録し、内海外工業収入は11億4千万、ルピーとなっている。北、インドでは、 ヒンディー5番の工業収入は11億1000万ルピーとなった。公開6日目の純利益は2億4000万ルピーを記録し、国内累計純利益は28億2310万ルピーとなっている。タミル・ナード州とケーララ州では記録的なヒットとなった。公開7日目までに累計工業収入は48億ルピーを記録し、内訳は インド36億2000万ルピー、海外1500万ドルとなっている。公開7日目終了までに工業収入は52億ルピーを記録し、500カロルクラブ入りを果たした。インド予告編公開イベントに出席するラジニカーンとアクシャイ・クマール、シャンカール、ロボット2.0は多くのインドの批評家から好意的な評価を得ている。シャンカールのディレクションや視覚効果、 ラジニカーントと,とアクシャイの演技、サスペンス、社会的メッセージは称賛されたものの、イントロダクションや脚本、セリフは酷評されている。タラン・アダルシワ語、語の星を与え、シャンカールには、先見の民がある。彼は、今回公演から、ヒットボールを飛ばした。アクシャイクマールは素晴らしく、ラジニカーントはボスだ、敬意を表します。と批評している。 ボリウッドハンガマは4.5の星を与え、ディレクションはとても効果的であり、彼が最高の映画制作者の一人であるという事実を再び証明してくれる。彼は技術に圧倒されず、それを正しく使いこなしていると批評している。インディアンエクスプレスの S スバーキールダナは4、5の星を与え、シャンカールは四角化、壮大さという面で映画制作の水準を引き上げました。 そして、彼の、あらゆるフレームは鑑賞者であるあなたを魅了しますと、批評した。ビジネストゥデイのラメシュバーラム4、5の星を与え、アクシャイの演技を、彼は、バードマンとしても、感情的なフラッシュバックの普通の人としても、揺さぶってきますと、称賛している。ラジャセンは、ヒンドースタンタイムズに批評を寄稿して3.5、5の星を与え、 ラジニカーンとスマートフォンよりも賢いとコメントし、彼と握手を映画の強みであると語っている。インドイコールアジアニュースサービスも3.5、5の星を与え、大半の SF 映画とは異なり、ロボット2.0は楽しませるための商業ルートに進みます。従って、映画では非論理的なシーンに出くわしますが、それは狂おしいほど楽しませてくれるものですと批評している。 フィルムフェアのディベッシュ・シャルマは3.5、5の星を与え、ザ・タイムズ・オブ・インディアのエム・スガーントは3、5の星を与え、脚本には、ユーモアと独創性が欠け未成熟な要素があったものの、ラジニ・カーントと,とアクシャイのアクションシーンが映画を鑑賞するに値するものにしたと批評している。アヌパマ・チョープラーは、フィルム・コンパニオンに批評を寄稿して3、5の星を与え、ロボットは、 四角面では圧倒的なものがあり、VFX はほぼ一流の完成度です。しかし、脚本はロマンス、ドラマ、コメディの切れ目のない組み合わせを提供していませんでしたと批評している。ジャーナニイは、インディアトゥデイに批評を寄稿して3、5の星を与え、映画のテーマについて称賛したものの、非常に必要なテーマだが、学者ぶったやり方よりも、 より興味をそそる方法で説明できたかもしれないと、批評している。ラジーブ・マサンドも3、5の星を与えており、インディアン・エクスプレスのシュブラ・グプタは2、5の星を与え、前半は、溝の溜まり水のように鈍く、後半で少し元気になると批評している。ナショナル・ヘラルドのプラガティ・サクセナも、グプタの意見に賛同し、映画のペースの鈍さを批判した。 CNN ニュース18の老人ばたらワに、五の星を与え、キャラクターは、彼らのいる世界ほど進化してはいないと批評した。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーはに、五の星を与え、馬鹿げた話は、その背後にいくらお金があっても馬鹿げた話に過ぎないと、批評したている。海外ロッテントマトズには17件のレビューが寄せられ、支持率59%、平均評価5.39。 10点となっている。roger.ebert.com のサイモン・エイブラハムスは3点を4の星を与え、すべての常識に背いて、ロボット2.0は機能し、大きくなっていくと批評している。ロイターのシルパ・ジャムカン・ディカールは、この映画は確かに、ハリウッド大作映画の見た目と感触を持っており、それだけでもチケット価格に見合う価値があると批評している。 ザナショナルのクマールシャームは3.5、5の星を与え、ロボット2.0は非常にクレバーな光景と圧倒的なスケールで見逃せない作品になっていると批評している。ポリゴンのラファエル・モタマヨールは、ロボット2.0最大の魅力は視覚効果の見事な活用であり、映画はそれを生かすための予算を無駄にしません。その特殊効果は2億ドルのアメリカンブロックバスター映画に対抗するのに、 十分な精密さですと批評している。ありがとうございます。